よし、始まっているでしょうか。始まりました、パート6です。ルイージ編、スイッチ版ルイージ編パート6です。前回ちょっと雑な記憶があるな。あれから数時間後なんですが、パート5の収録から数時間後なんですが、ちゃんとご飯食べてきました。栄養が取れたかどうかは別として、別じゃないけど、今どうかな、ちょっと眠気も一瞬やってきて、これから雑にならないかどうかが心配ですが、もうちょっとだけでも収録しようと思いまして。じゃあちょっと待っててくださいね。一手間かけます。よし、じゃあ行きましょうか。せーの、はい。さあ、ここは雲です。雲の上、ちょっとクリアリストを見て、よし、 OK ね。でもどうかな、ちょっとテンションが低めなのはあんまり変わってないかな。傾きはできないか。これだとよく見えるな。使ってるわ。まあ今の状態だとあんまり行ける場所が少ないから、もう行っちゃいましょう。せーの、6-1、透明土管ツアー、レッツゴー。この鱗みたいな足は綺麗ね。綺麗っつうか独特ね。じゃあ登って。嘘。なんか今回もちょっと遊び心なのか満身なのかわからないですけど、ちょっとグダグダになりそうな予感がするので気をつけてくださいね皆さん。今のとか、ここは、あれか、これルイージのせいなのか。いやいやいや、それはない。土管に入ればいいだけの話なのに、こうやってわざわざ上に行く私のせいだ。うって、もうなんかグダグダだ。大丈夫か、これでマスター取りまして、ここ取って、ここはして、ここはして、ほいでいいんだけど、そしてここ、えい、キャッチ。ファイヤーを一つストックして OK ですが、いやー、やられた。2回ボミスした。はっ、ちょっと今のも危ないな。くるっと回って下行って、ほい、ギョディー。ここも上行くのはあれかな、ボンミス誘うかな。でもここ上を行かないと取れないんだよね。あ、傾きはできないか。やつ見えますね。こうやってしたらよく見えるな。はい、ほっ、あ、よし、オッケー。鳥さんもちょっと失礼して、鳥さん、どこのガラスの音好き。えい、じゃあスパッチ登れるかな。あっち側は特に何かあるわけでもないのか。ないっぽい。うん、あれなんだ、気になる。てか、こっからの景色もすごいな。あの、虹の足場とかこうなってたんだ。ああ。まあ、行こう。はい。あーい。あ、半分取っちゃってる。まあ、甘えよう。そんじゃあ、ほわってして、ピューン、よっ。
し。ほっ。あ、はい。あ、いった。いったい。どこかにファイヤーないっけ？ここにある？あった。いかん、今回ボンミス祭りだ。ごめん、ちょっともう素直に行く。えい。こことかもこれでいいのかな。この坂道で速くなったところ、ほい、ギリッギリボンミスするって分かるのに、なんだろうこの遊び癖は。よし、これで一応回収物は全部取れましたが、勝負はこれからだよね。あ、じゃあ早い。はっ、浮いて大丈夫？ほっ、そしてここはぐるぐるってして、ぽい。ほっ、この飛び込みごっき、おお、取れた。ああ、オッケー。ほっ、よし、さらにほっ、オッケー。でこの藤乗って、藤端乗って、ふい。おお、いけた。んじゃ、せーの、えい。今度こそほっ、よし。じゃあまだ150秒あるから、ここまで来ればもう落ちることないよね。大丈夫だよね。ほうってして、さらにギリギリ乗って、ほう、あ、いった。はっ、あっぶ、まあギリギリまで遊びます。よかった。そう、ワールド、あの WiiU マリオ版でもこれがしたかったんですよ。えい、なんとかできたわ。遊びすぎたわ。ほほー、グダグダですみませんでした。なんなら今からこのグダグダは続くかもしんない。でも遊んじゃうんですよね、このスーパーマリオ 3D ワールドは。だからこそこうやって実況を撮ってるわけですけどね。遊んで何が悪いって感じですね。じゃあ行っちゃおうか、次ルイージにぴったりか。ルイージは嫌がってるけど、ルイージタイム、レッツゴー。おっおう、しかもここは、ここはちょっと距離があるな。一はオッケーね。せーの、はい。よし。あ、確かここ、この下を見上げたら、下を見上げる？下を見下ろすと、こいんだ。この甲板の下に、いた気がするんだけど、ここじゃないか？まあ、次行ってみよう。ここはちょっと慎重に、慎重に、慎重か。ここはこっち側を、えいえいえい、あわわう、ほっ、ファイヤーがあれば、あ、はまった。いや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 、いか、なんかかわいそう。えいえい、一度こっちに行って、えいえいえい、ふい、ふう。で確か、あ、いた。
いるな。もうちょいこっちに行けばいいかな。カメラ動かすとわかるね。こういうのよ。ほんと隠し絵だよね、これって。はい。あ、そっか。スタートハンコがこの中にあるのか。はい。タイミング見計らってあっちにピョンって飛べるといいな。今ですか？今です。ほう。おお。ガディ。ルイージはジャンプで一発か。やるな。で、やっつけます。ほっ、はい、オッケー。ほっ、オーメイ。ルイージは口ぷくってしてる。あ、なんか面白い顔になってる。ちょっとあぶくが、よし。あ、ここ。ちょっと口に空気を含ませて潜ってるんだね。よう持つな。うわぁ、雨だ。そしてここからがちょっと勝負だったような。そう。そこか。しっかり縦合わせて、横も合わせたら危な。ほう、オッケー。このまま行きまして、えい。じゃあ回収物は全部回収したか。あとはこの辺り、えい。あれ、えい。今です、今です、えい。お、えい。おお、ちょっと惜しかった。じゃあこのままゴールでいっか。そしてもこの雨の表現いいね。走ってもちゃんと靴の裏から雨の雫が跳ねてるわ。そしてこんだけ雨が降ってるとスリップしそう。ズルって、へい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 、あはー、おお。あ、フラワーだ。いやー、フラワーで燃やさないと見えないやつもいるわけだ。ちょっとモニターの明度を上げよう。よし、リモコンがないんだよね。じゃあ6の3に行く前にまずここ行きましょう。えい。あ、その3か。やられないかな、大丈夫かな。せーの、6の B、 その3だね。ルイージタイム、ファイトタイム。まず一発。えい、えい。ハンマーが厄介か。ハンマーが厄介だ。えい、えい、えい。この微妙な角度にファイヤー打つの難しかった。よし、じゃあ、はい、マイン。やあ、ノーダメージでいけた。何気に遠距離で難しいんだな。気づかなかった。今私凡ミス多いので気をつけなくちゃ。ここ6の4か。
じゃあここか。ちゃんと ここにいないとダメな。せーの。来ました、6の3。せーの、えい。タッチはモニターじゃなくてあのポインターでする必要があるね。レッツゴー。モニターを出して、えいえい。ここだな。なでなで、ルイージなでなで。あ、来た。はい、いた。いった。やっぱり遊んじゃうな。じゃこれいただ、これいただき。で、スイッチ版で初めて登場、ブーメランルイージです。えい。踏んでいい？キノコいただいて、スペアはファイヤーで OK ね。いただいて、でクリボンもえいつけて、ふむ、えい。うん、どうしよう。今回は被らずにいってみようか。えい。おう、じゃあブーメランでドン。ここ開けて、ここ開けて、うわ、危な。オッケー。ほ、ブーメランで取ると掛け声はないんだな。えい、1、2、3、4、はい。で、えい。これはブーメランで取れないか、ちょっと。これ本当にブーメランで取れない？わざと落ちて、壁キックした瞬間にホイって出して、で、すぐこの飛び込みで戻ったら、取れそうな気がするけどな。あ、あ、ここ綺麗。やらかした。ブーメランどこかにあったっけ。探そう。ここにないですか、ブーメラン。えい、ないか。あ、ブーメラン探そう。あった。よし、じゃああれ取ってみようか。ちょっとここからチャレンジします。危な、やっぱ滑るんだな、ルイージは。ここでピッてして、ピッ、あ無理だ。でもいけないか。ブーメランの位置が分かったから、ちょっと頑張ってみよう。あ、いった。あ、そうですか。もうおふざけは寄せと言われましたので、わかりました。じゃあ普通に取るわ。こうね。あぶ、ちょっとミスりすぎてやけになってる私がいます。ほうほう。よし。ちなみにここって、あ、そしてこの河原を走る音好きなんですよね。独特な音ずっと聞いてたいけど、危な。そしてここ、このプルプラボックス使うと中をくぐらずにもうゴールポールに行けるんですよね。ショートカットです。ただ、はい、グリーンスターと反抗を取るために中に潜ります。
確かあの突進するのはコインかクリボーだったから意味ないと思う。ここがはっ、こっちにタイマー、こっちにもタイマー、ここでストップするんですが、 このこれ眩しい、なにこれ、これなんて言うんだっけ、こういうの紋章、紋章はどうやらクッパのお城の場合は亀の甲羅のマークなんだな。なるほど、六角形か、おしゃれね。こういう紋章ってこだわるとその世界もなんか広かったりして、いろんな世界があるもんだ。あと何気にここのブロックって初代の地下のスーパーマリオブラザーズの地下のブロックの模様と似てるな、今気づいた。このガボンはめっちゃ頑張ってるな。じゃあここにぶつかって、っていうかここにも紋章がある、これまぶし、これ綺麗だな、この紋章、これはクッパのドラ。じゃあオッケー、危な、踏むとこだった。じゃあこのプクプクのプクシャチは、シャチプクか、シャチプク、何気にここ提灯もあるんだな、綺麗。あ、ちょっといるじゃん、なぜこんなとこにいんねん、いんねんじゃない、おんねんか。うーわー、覗いてみるもんだな。ここに隠れてたんだ。まだこれパート5を上げる前なんですが、これはアップした方が良さそうだね。グダグダな実況になったらそのグダグダも見てもらおうか、仕方ないよ。また河原の音を聞きに来ます。あ、ガマネーだ、ガマグチくんはそうだった、区別の方法があるんですよ。ガマグチくんは64、マリオ64に出てきた敵キャラで、ガマグチの部分に目があります。パカって開くところに目が隠れていますが、ガマネーはこれか、このイチャワンナップキノコの左下のね、このガマネーはガマ口の部分が口になってるんですね。タラコ唇みたいになってて、目はその上にひょこって出てるみたいですね。そこが一番の見分け方かもしれない。見える、あ、こいつか。いや、その前にまずここ行きます。えい、6-4、イカダでジャングルツアー、レッツゴー。さて、ここは落ちるとボンミスなので気をつけなくっちゃ。えいえい、あれ、えい、よし、取れた。ほう、じゃ、ここは
ちでいけるかな。お、えい、あ、そしてここちょっとここをピッて降ります。危な、猫がなかったら即死だった。味方が来るのを待ちます。はい、スイー、ここ通れるんですよね。知らなかった、これ Wii U 版で初めて知りました。この出口のところにコインがあることでもしかしてって思ったんですよ。ここに抜け道があるんですね。えい、あ、ここは上に行かなくちゃ。あ、上に行く前にまずここだ。せーの、えい、ここメインで上に戻りまして、なんかいない？ここ。この四角は何？これ何？網目？あ。しっかり落ちないように慎重に戻って、確かここは、そっちからでしか行けないから、こうやって戻って、ほい！ガティッ！で、ここはもうそのまま幅跳びで行けるはず。ほう！行けちゃった。よし。そんでもって、ここは上に張り付いて、くぐりまして大丈夫？くぐって大丈夫？えい！ 1、2、3、ほい！ 4、5、6、7、引っかえて、ほい！ 8！ で、これあっちまで飛ぶんだよね。かなりの距離あるけど。ふわー！うわー！うわー！無事だった！カメラがグワングワンですいませんでした。それゆえに無事だったかもしれないけど。さあ最後はそこだ。てかそこに何かいない？いないか。ほい、危な、えい、オッケー。そしてよし、今ファイヤー持ってるのでちょっと申し訳ないですが燃やしていきましょう。うわあ、環境破壊魔人だ。環境破壊はなんとやらだぞい。えい、上にくっつきました。てかいなかったっけ、あの裏に。ちょっと待って、いた。はあ、じゃあここで どんなポーズでいこうかな。えい、あ、ここで下か。綺麗なポーズだな。見つけるとちょっと怖い。ここで飛び込めと。なんならダッシュ。あ、あ、油断しない、もう油断しない。猫だからまあ大丈夫なんだけど。オッケー、これなら猫がなくても大丈夫ね。ほほー、ミャオ。ほんとあちこちにやつが隠れてるもんだな。あ、かわいい猫キヌピオ。ちなみにステージを終えるたびに私一口ずつ飲み物を飲んでます。お茶です。じゃあここ、あ、虹のアーチができる前にここ行っちゃおうか。ここはこのワールド6を終えたらまた来ますが、うん、しっかりやつ見えるね、やつ。じゃあ戻りまして、よいしょっか。えい、ここはちょっとねいじめっぽくなっちゃうから。ファイトタイム。おいで。ほっ。えい。えい。
はい、さあほうえいえい、怖いかなと思ったけどやっぱりスイッチ版でもこうでした。んじゃあはい、ほうめいやあなんてことなかったわ。再び帰ってきてもあんまり強さが変わることはない。虹の足音ってこんな感じするんだね。ちょっと電車がなくなってるな。電車じゃないか、列車か。あ、そっか、この中に出てきます。よし、じゃあここ行っちゃいましょう。えい、6-5、突風の雪山もう一回、突風の雪山、久しぶりの雪ステージです。レッツゴー。えい、あっ、遊びが過ぎた。何をしたかったかっていうと、この木にこうやってぶつかりたかったんです。コインなんかないか。遊ぶ。えいえい、ほっ、ここもぴょん、あっぷ。いやー、ボミス多いね。すいません。この上に何かがありそうだけど、ファイヤーでいけるかな。いけない。あとなんかこの雪キラキラしてるな。綺麗だな。よーく見た、この、あ、あ、もうじっとしてられないじゃない。この氷も綺麗、キラキラしてるわ。ほっ、ここにある、あるんです。うまくいけないかな。ほっ、はい、あ、全然高さが足りないわ。ちょっとぶつかって、はい、ここにブロックがあるんですね、実は。まあ、この木から、えい、で、取れます。これピョって飛んでいける。おお、飛んでいける。今落ちたぞ。よし、あとここの花は白いんだね。白いポインセチア的な。ちょっと怖いかも。もう何もない、柵がある。えい、お、よし、無事でした。ちゃんと真ん中乗ってる。あとここ綺麗だな。さすがワールド6だな。ちょっと上にずらすと何かがあるとかはないか。じゃあここ歩いて、なんかあるっぽい。
ありました。ん？危なっ。あ、そっか、ここはなんとここですね。ここにいます。拡大できる。あ、できる。あ、わかりやすい。もう拡大機能いいわ。ほっ、じゃああっちに行ってグリーン下を取りましょうか。えいよっ。いいね、これができるのは。この靴履かなくても例の加速でいけたんじゃないかな。ちょっとやり直したいぐらい。まあ、ちょっと取りまして、あいった。ちゃんとファイヤー取り直しまして、こことかは何もないかな。特に何もなかったわ。ここうまく取れるかな。今です。おお、取れました。じゃあちょっと時間がないので急ぎましょうか。ん、なんかここ上にあるみたい。何がある？気のせいか。よし、あの、じゃあ多分特に何もないはず。本当はここのこことかも行ってみたいんだけどね。まあいっか。この木から、わあ、えい、おほう。後ろにある花は、あ、もう一回。後ろにある花は黄色いんだね。赤はあったっけな。なんかワールド5に引き続きワールド6も多分今の私の心境なのかな。かなりミスは多いけど、ちょっとゆったりしてます。まあいっか、ゆったりでいいですか。じゃあいきます。えい、ワールド6の6、攻略キラー要塞、レッツゴー。ここですね、ここのミステリーハウスにちょっと用事がありまして、どうやらスピンで稼げる高さってキャラクターによって違うらしいんですよ。私、あの、裏でスイッチ版のピーチで、この、ワールド12だっけの、あれはなんだっけ、限界ミステリーハウスを遊んでまして、あの、いつもくるーってして撮る、なんていうの、壁が回転してる、ところがあるじゃないですか。ちょっと語彙があれだけど、こっちなんかある。あ、ベルだ。よし、取りまして、で、そのこのキラー要塞のキラー要塞の、あ、言葉が回らない。ここですね。あ、でっかい。でっかく見える。あ、待って、危ない。取り忘れるとこだった。あ、さらに、はい。よし。ふう。あのミステリーハウスですね。あのリミックス版というか、あのリメイク版が、限界ミステリーハウスで出てきて、
ピーチのそのリメイク版でスピンでポーっていけるだろうと思ってたらいけなくて、ちょっとうるたえちゃったんですよね、裏で。だからちょっとそのリベンジをしに行ってきます。よし、はい、行ってきます。借りまして、ここですね、ここルイージとこだったらここで直接登れるんですけど、ピーチはここにピタッてくっついてちゃんと行かないといけないみたいです。なおかつ限界ミステリーハウスの時にはあのくるくるしてるところの逆回りにチョロボンがくっついてるんですよね。それが厄介で素直に進めさせてくれないんですよ。危なっ。このちょっとした目が可愛い、なんか細かいけどこだわってるよね。さてキラーが来るから危ないな。逃げろ。よいしょ。でここがこっち側に、えい、さらにここに植木があるから燃やしちゃおう。えい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 、特に何もなかった。おお、すごいところに乗っちゃった。乗っちゃった。じゃあ、ここにこうつけまして。てか、今の状態だったら上からでもいけそうだな。上から、はっ！おお、いけちゃった。これは、こっちだ。で、ここ、ピタッ。ガデイ、危ない。ここはそこだね、そこをピューンってしてピューン、オッケー。さてちょっと燃やしちゃおうか。えい、特にない、何もないとかわいそうだけど、そことかさ怪しすぎない？本当に何もない。ちょっとチェック、何もなかったわ。あー、燃えかすが、燃えたところに双葉がある。申し訳ないね。じゃあえいっとして、こっからルイージはこっからくっつけるってすごいな。ほい。あー、ルイージはてっぺん取るのが楽々だ。ボミスしなければね。ほっほー、みゃお。おー、3万9000年ぴったり。続きまして、あー、宿敵チョロボンね。まあまた宿敵には甘いけど、触れたら即死っていうのがね。じゃあ行きましょう。えい、6-7チョロボン担当、レッツゴー。おお、ここはこの墓。じゃあファイヤーとってキツネになりましょう。うん、イエーイ。あ、そっか、こっからかやつが出るのは。じゃあ押しつぶしてもらって、よし。ここは何もないか。よし。あ、そこにある。はい、でここを、ほい。あ、しまった、出遅れた出遅れた出遅れた、まずい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 。あ、あー、終わった。すいません。なんか変なくしゃみの仕方しちゃった。本当油断してます私。
あ、オーノー、あれなんかワールド5から調子が悪いぞ。遊びすぎかな。まあ遊んでいいけどさ、こことかこれを取るためにさっき幅跳びしたんですよ。そしたらやられたね。えい、これもちょっと行って、えい、あ、上とか登っちゃっていい、どうなってる、あー行った、うわ危な、カロンがやってくるか。うん、これ取って、うわ、よし。どうして？えい、えい、えい、これなんかあるかな、特に何もなかった。じゃあまたやつにやられる前に入っちゃいましょうか。いやー、やられちゃった。さてここはね、そこにいるんでしょ、えい、せーの、えい、このポーズ、せーの、あー鼻が、せーの、えい、これすごいな。でここでピッてできるんだ、へえ。これサムネでいいかもな。あー鼻が全部散った。やっぱ環境に悪い日はもう今回限りね。いやでもこういう隠し絵とかはやっぱ見つけたいじゃない。だから申し訳ないけどこれからもするかも。はぁーピッ、おぉちょっと今吸い取られたな。うわー真っ裸でいるあいつが、ほっほー、ちょっとモザイクかかってるな、たまに。チョロボンだ、絵だと可愛いのに。あ、そこの土管はなんだっけ、確かミステリーハウスだっけ。ポイっていっちゃいましょう。ここは何ミステリーハウスだっけ、投げるか、よし、割と楽しいはず、多分。ルイージータイム、レッツゴー。これを投げるのね。あ、そうそう、スイッチ版じゃなくて Wii U 版とスイッチ版で違うのが、今私手を離してるんですよ、このコントローラーから。なのにずっと持ってるんですが、一度こうやってボールを持つと、もう一回投げるにはもう一回その X か Y ボタンを押すなんですよね。で、これで今ぶつかったんですけど、押しっぱなし？ Y ボタンか X ボタン押しっぱなしで、この、ボールを受け取るかどうかっていうのを
判別できるみたいです。あいた。でもある程度の距離がないとぶつかるみたい。あいた。いやボタン押してたのに。まあいいや。はい、ここはあスイで、ここはいつぞやのようにこうやって坂を登りまして、で、ここはもう一丁ふいで取れます。袋もちゃんとね、ふい。ここは、あ、ここさすがにボールがないと多分取れない。えい、めっちゃ飛んだな。で、ここはいけるかな。全員倒すんですが、ここ、どしおお。あ、あれ、こうやっていけるんだ。今何気にやりましたが、私これ初めてです。ちょっとあれ取っていい？あのボール欲しい。お、えい。ああ、ああ、やらかした。ヒップドロップしちゃった。ああ、せっかくのた、あ、このメッセージここで出しちゃったか。遊んじゃった。まあ遊ぶ目的でこれやってるからな。いっか。じゃあもう一回行ってきまーす。こうやっても戻れるんですよね。そして、えい、えい、ほう。で、ここが、本当にこれ、ああ、至近距離で。で、ここが、はい。踏んで、踏んで、踏んで、ここで、どっしり。ほっ！おお、いけた。このままでもいけるんだ。もう。いたずらするとな、ブロック壊れてそのままヒップドロップパターン読めるわ。じゃあ。うわ！あ、いや、ボールが助けてくれた。えい。あ。えい。えい。えい。ギリッギリ。やーでいいのか？ここでもやらかすとは。まあ、いっぱいやられるっていうことは、いっぱい遊んでるってことかな。それでいいのかな。上手なプレーをお見せできなくてすいませんね。じゃあ次、この6の戦車行きましょう。えい、お姫さん、もう一回お姫さんを助けに行きますよ。ルイージータイム、レッチャードゥーティース。いやおー、初めて聞いたな。じゃあこの、ここをしっかり通って、そういえばヤツはいないか。あ、このヤツは時々流れてくるんだ。そっか。この肌いただき、ただヤツに気を取られて回収物を逃してしまうのを気をつけなくちゃ。ぐるぐる回して、あ、やついた、やついた、やついた。まあいいや。ほっ、えい。あ、やついた、やついた、やついた。もろいるね、やつ。よし、オッケー。どし。よし、ここはまだボンバーいらないね。あ、アップ、爆発しちゃった。あ、これを取ればいいのか。ほ、2、3、4、5、6、7、8、復活。ただ危ない。あ、1個ください。持って、ほ、
わ、なんとかなった。ふっ、ほう、なんとかなってよかった。どうなるかと思った。うわ、今ファイアも危なかった。えい、うわ、それはありか。まあありか、不意打ちはあり。で最後はちょっとこいつに気をつけなくちゃ。じゃあせーの、ほっ、よし、回収物は全部回収できましたが、タヌキがなくなっちゃった。まあいっか。あー、踏んでいけるかな。まあ行きましょうか。ほっ、ちょっと見づらい。へいへいへい、ほっ、よし、ほっ、ほっ、オッケー。今ちょっと振り返ろうと思ったんですけど、まだまだちょっと今の私はなんならここ歩こうとしてるからね。あ、ソーダ姫だ。ちゃんとここ歩いて、はい、そしてここを飛び込んで、もうゴールしちゃう。えい、うふう、ほほー、うん、なんとかクリアできた。あ、兵隊さん、めっちゃやらかしたな。まあそんな日もあるか、そんなパートもあるか。あら、礼儀正しい。次の道が開かれ、あ、待って、まだ終わりじゃないわ。じゃあ行ってきます。そうだった、じゃあ行きましょう。えい、そうだった、まだこれがあった。でしかもタヌキないからちょっと難しいぞ。わあ、 いけるかな。じゃあ行きましょう。せーの、えい。6の C、 対決ボス分裂ファイトタイム。恐る恐る、えい、これが大事なのか。今回はダブルチェリー取らずに行ってみてもいいか。でもこの周りの装飾は綺麗だな。やっぱ色が違うな。もともとは赤と青なんだな。で大きくなるとシルバー。スイッチ版は歩いて大丈夫。一回踏んだ。この生身での戦いはもう踏むしかない。じゃあベクトリングで逃げちゃおう。あ、早い、ベクトリング早い、めっちゃ早い。あ、踏んだ、ベクトリング早い。なるほど、こういう逃げ方があるのか。じゃあ行きます。早い。おー、どうなったか今。まあ、無事に倒せたみたい。
わーい。じゃあせっかくだからこのチェリーもいただいちゃって、うーわこんな速くなるんだ。なんか誰かちょっと集合して、集合して、よし、あ、一人、日産市、みんなそれぞれまとまる習性があるのね。まとまってちょっとこれ集まって、よし、生身でノーダメージで倒すことができてよかった。じゃあおお、パッホー。このサーカスのステージはカメラが動かずにベクトリングがいかに速いかっていうのをちゃんと証明できたな。ああいう逃げ方があったんだ。いや知らなかった。じゃあ一旦戻りまして、あそこ行きましょうか。ちょっと走って、ここだ。えい、では失礼します。じゃあいただきましょうか。ふぅー、ガティ、わ、一番左、なんかちょっと色が薄かったな。ほらもうちょっと濃い紫じゃなかったか。まあいっか。よし、じゃあここまで収録できました。感想を言いましょうか。ワールド5から、つまり今日の収録はなんか雑だな。ワールド5と6、なんか雑です。ボンミスが異様に増えた気がします。でも、このトライ回数、チャレンジ回数っていうのかな、再チャレンジ回数。Wii U マリオ版では、ワールド8クリア時点で、つまりエンディングを迎えた時点で25回で済んでたんですが、もう、このスイッチ版ルイージでは、25回超えそう。20回はいってるかもしれない。でカットもしてないから結構やらかしてるんじゃないかな。まあいっか、そのための残機だしね。やり直し上々ですよ。ただな、カットの手間が増えたりとか、なんかそこでミスるのみたいな感じで自分でも思っちゃうから、そこは嫌かもな。あとちょっと眠いかも。ご飯食べてまだちょっとしか時間が経ってないんですね。ただワールド5を収録した時にはまだお腹ペコペコで、そっからご飯を食べて、でワールド6の収録に挑んだわけですが、やっぱご飯は大事ね。ちょっと元気が出たっぽいです。ワールド5と比べてどうでしょうか。ちょっと元気が出たでしょうか。なんだかな、ボンミスを分かった気がするな。編集した時に、うわ、おーって、私ミスりすぎって思うかもしんないな。あとは、そうだね。特にないかな。ちょっと今日の天気が不安ってくらいかな。薄曇りだから、外に干してる天気じゃない。外に干してる洗濯物が乾くかどうか、っていうか、ザーってきたスコールにやられないかどうかっていうのが心配です。まあ、秋ってスコールってあるかな。季節の変わり目はスコールはあるか。にしても今年は台風すごかったな。14号にうちの地域はやられました。
今までの台風でやられなかったところが今回の台風でやられたっていうのはちょっと被害の大きさというか台風の壮大さを物語りますね。日に日にてか年々こういう自然災害の威力って増してるような気がするんですよね。とはいえ昔の記事を見ると今の何十倍もすごいパワーの大災害があったとかそういう記事も見るんですよね、ちらほら。今とそんな変わってるのかなみたいな感じはあるんですが、ただ気温は変わってるっぽいですね。私の親が曰くには、私の親曰く、もう夏が40度超えのところなんてザラじゃないですか。多分お湯の温度になったって現代人は驚かない。昔はギエーってなってたみたいですよ。そうね、今も涼しいところでも夏の真っ盛りの時は36度まで上がるじゃないですか。で、下手したら北海道で40度とかこの間聞きましたもん。どういうこと？北海道って冬マイナスいくじゃない。でも夏に40度になるって一番気温変動が高くなってしまう地域になったってことか。環境ね、いろんな問題があるけど、私が一番これ人次第で抑えられるんじゃないかっていうものはまああるんですけど、それができたら苦労はしないって言いますよね。でもなぜかそれはね、大人になればなるほど解決しづらくなる問題なんですよね。実際子供さんもその問題は真摯に取り組んでるんですが、大人になるとなんか麻痺しちゃうのかな。あれはな、私ですらあれをどうにかしたいと思うんだから、お偉いさんはあれどうにかできないもんかなってちょっと思っちゃうんですよね。でもどうにかなってないってことはきっと私たちにはわからない何かで悩んでるのかもしれないな。画面が暗くなっちゃったってことは結構喋ってるんだ。5分ぐらい喋ってないか。元気です、私は元気です。現実の私はちょっと喋り疲れました。で、今度はベロの下のあたりに口内炎ができ始めました。痛い。歩く速度速いよね。これに助けられたこともあれば、これで落ちたことも数知れず。んじゃあパート6はここで終わりにしましょうか。ここまで雑談に耳を傾けてくださってありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次のパートもよろしくお願いします。失礼します。